3月20日東京の靖国神社の標本木で桜が開花されたことが確認されました。平年より4日早く、昨年より6日遅い開花の発表です。こんにちは、大手芳恵です。ご視聴どうもありがとうございます。昨日ですね、サイクリングの途中で三浦半島の先端の方でソメイヨシノが咲いておりました。桜は暖かい地域から咲いていきますので、きっと九州の方とかはもう結構咲いているエリアもあるのかなと思います。咲いたよっていうお知らせから満開ですよっていうところで一気に時が過ぎてしまいますので、早めにこの満開の予報を見てお花見のスケジュールを立てないと一気に花が散ってしまいます。僕もね、来週お友達とお花見に行く予定がありますので非常に楽しみです。そんな感じで本日はお花見に行く時のコーディネートの作戦をちょっと練っていきたいと思います。まず春っていう季節の特徴でいくと、一つ目が、日中は結構太陽が出ているとポカポカ暖かい日もある。しかし太陽が出ていない朝晩は結構寒いですよねっていうところ。二つ目が風が強い日がありますよね。温度が高くても風が強いと体感温度としては結構寒く感じます。そしてお花見の特徴っていうところでいくと、お散歩的に歩いたりしますので結構温まりますよね。そしていい桜があって片手に缶ビールを持ってちょっと座り込んじゃったりとかしたらね、また体温が下がっていきます。風だったりとか温度変化にうまくウェアで調整をして快適なお花見を過ごしたいですよね。じゃあ実際にやっていきましょう。2パターン考えていきたいと思います。1つ目がまず今日寒そうだなっていう日で、2つ目が今日あったかいかもなっていう日をやっていきますね。まず1つ目の今日寒そうだなっていう日は、まず脱ぐことがないっていうところを考えて、一番下のベースレイヤーには前ご紹介したキャプリーンですね、こちらの方を着ていきたいと思います。これだとあったかいですし、少し動いて汗をかいたりしても非常に快適なので安心ですね。軸になるのが、冬の間はダウンとかを着ていて、で出番がなかった。で春もあんまりにも暖かくなってくると、いつの間にか着る機会逃していたっていう、忘れられがちになるこのイスマス、これをね今回のちょっと軸にしていこうかなと思います。でベースレイヤーが決まってアウターが決まったので、この間に着るものはアップライザルのスウェットでいこうかなと思います。それで出かけまして、動いてて、で暑くなったらイスマスの前を開けるっていう、そして座ってちょっとお花見しながらビールでも飲もうかなっていう時で、なんか動かなくて肌寒くなってきたなっていう時のためにナノパフですね、こういうスタッフバッグに入れて折りたたんで持っていこうかと思います。いやそこまで暖かくなくていいでしょうっていう時のためにも、お守りとしてフーディに一応カバンの中に入れておきましょう。こんな感じが、寒い日のコーディネート、ちょっとじゃあ実際に着ていきますね。家を出るときはこのスタイルで出ていきます。イスマスパーカーに合わせたのがリゾルトの710、今絶賛育て中なのでまだ全然色が濃いんですけれども、こういう花見とかで座ったりとか動いたりとかしていいヒゲができてくれればいいななんて思っております。でこれでお散歩をして動いてちょっと暑くなってきて、でもキャプリーンがありますので、そんなに不快感はないですねっていうところにはなるんですけれども、やっぱり暑くなってきたら前を開けたいですね。ガバーッと前開きスタイルにすることによってだいぶ涼しくなると思います。なので実質動いている時は前開きスタイルになるのが多いかなっていうところです。2つ目が、今日はなんだか暖かいなっていう春の日の場合、こういう時は結構脱いで薄着になりたいなってなるかもしれないっていうのを考えると、
まあ、内側にアンダーウェア、まあ、キャプリーンでも別にそんなに恥ずかしい感じではないんだけれども、まあ一応脱ぐことも想定して中はロンティーにしておきましょうか。僕ボーダー柄がすごい大好きなんです。でこれを着て次がまあ春っぽいものというところで、このウーリエステルジャケットっていうものを着ていきたいと思います。シンチラスナップティーを着ていってしまうと、こう脱ぐ時にこうやって脱がないといけないじゃないですか。だけど前開きなものにしておけばすぐに脱ぐことができる。基本的にはこの2枚で行動したいなって思うんですけれども、まあ一応朝晩に脱いだり着たりとかのために持っていくのが、じゃあマイクロパフにしておきましょう。さっきはナノパフはフードないものだったんだけれども、今回は一番外に着るっていうところなので、このフードありなもので、で最悪寒かったらこれもまあかぶっちゃいましょうっていうことで登場するのがマイクロパフ。マイクロパフはもうめちゃめちゃ暖かいので、これを着て寒いっていうことはね、おそらくないと思いますので安心ですね。まあこういうベストなんかをね、羽織ってもいいですよね。まあ折りたたむにしても袖がない分大きくならないですし、ベストは持ち歩くときには非常に良いですね。じゃあこちらもですね、実際に着ていきたいと思います。暖かめな春の日はまあこんな感じですね。さすがにアウターを着ないのは不安だなっていう時はベスト、まあ、着てってもいいかもしれないですね。まあ暖かい日なのでさらにこう動いて暖かくなったら、こう前を開けることができるっていうところがいいですね。本日はデニムの方は、ウェアハウスの1001っていうのを合わせました。もうだいぶ昔から履いておりますので、いい感じに色が落ちております。イスマスに比べるとこのトップスの方のボリュームがちょっとまあ対等めになりますので、下の方はちょっとこうルーズにしてもいいかなっていうところで、この1001は WX になりますので、66よりちょっと広めっていう感じになるので、イスマスの寒い時は逆三角形、暖かい時はまあ通常の三角形みたいなイメージを考えました。まあもちろんね、座ってこうビール飲んだりして寒いなっていう時のためには、まあマイクロパフを持っておけばすごい安心。まあ荷物を減らすっていう点ではフードないものをね、ナノパフとか僕だったら持ってってもいいのかなっていうね、まあ軽めなダウンをね1個持っておく。外せないのはやっぱフーディーですね。フーディーはねやっぱこの季節はまあ最強ですね。はい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 。ポイントをまあまとめますと、まあ着ているものの前を開けたりとかして、こう気軽に体温調整をしたいっていうところと、まあそれで足りなかったら脱いだり着たりするようなものを予備で持っていきたいっていうところがありますね。でもね、お散歩はやっぱり荷物は少ない方がいいので、できる限りの最小限で行きたいです。かさばらないウェアはもちろんのこと、僕は必殺の奥義として北海道をね、カバンの中に忍ばせておくと、ここぞという時に非常に役立ちます。まあ防寒対策もだし、紫外線も結構強いと思いますので、そちらの方も対策していきたいですね。そんな感じで楽しくて快適なお花見を過ごしていただければと思います。僕も Vlog の方を撮っていきたいなと思っておりますので、楽しみにしててください。写真なんかもね、綺麗に撮れたらいいなと思いますので、インスタの方のフォローもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録またの方はぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。花見ってさ、めちゃめちゃ好きなんですよね。こうだ、外で昼間から飲むビールってすごい美味しいじゃないですか。お花見もちゃんと見ますよ。花も見るしビールも飲みますよ。決してビールだけが目当てではないのでね。決して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 。